はい、皆さんどうも、えー、今回は、演奏とかあのまた片付けとかそういうのではなく、楽器をね、えー、実は僕、ソプラノも持ってまして、<laughs> 久しく吹かない間に、いろいろこうなるまでにもいろいろ経緯があったんですけど、ちょっとそこは省いて、まあ、あのだいぶこれ、もう高校生の時から使ってるんですけど、銀メッキってちょっと手入れが難しくて、ちょっとこんな感じになってしまいました。もう本当に見せるのもちょっと あの、はばかるぐらい。あのー、僕もちょっと見るに耐えないぐらいの状態にちょっとなってたので、これを磨いてみて、あのー、まあ、きれにしてみようと思います。その際にちょっと今回使う道具なんですけど、えー、まず、あの、主なのがこのバズのシルバークリーナー。はい。これお値段、えー、定価が1210円なんですけど、この中はこの、 えー、綿,綿になっています。この綿に、えー、この黒ずみとか、なんかいろんなものを除去する薬品なのかなが染み込ませています。えー、これを少しずつ、えー、取りながら、こう直接、きれいにしたい部分に、えー、つけて、あの、磨いていきます。まあ、一応書いてるのが、えー、銀、銀メッキの楽器に最適。艶光沢が長時間持続します。 他にもシルバーポリッシュとかいうものもあるんですけど研磨剤が多く入ってるので、えー、楽器の,元そのコーティング自体もものすごく傷つけちゃうので、えー、このシルバークリーナーはあのバズのシルバークリーナーはほとんどそれが、えー、研磨剤がこれ入ってないということで、えー、一応楽器にも優しいと思うので、えー、これをこちらを今回使っていきたいと思います。 そして最後に仕上げにこのギャラックスの、えー、スーパークリーンコートですね、えー。楽器の表面、くすみ、油汚れを簡単除去。えー、洗浄、抗菌、えー、サビを防ぐね、コート、光沢、えー、トリプル効果と書いてます、えー。ちょっと説明を読むと、本製品の特徴、トリプル効果、従来のクリーナーと違い、ラッカー系、カッゴールド、クリアラッカー、 メメッッキキ、系、ゴーールルド、シルバーメッキどちらの仕上げの楽器にも使用でき管楽器表面の汚れ、えー、油分を簡単に除去します、えー、抗菌、えー、サビを防ぐ効果のある、えー、被膜を形成し汚れをつきにくくします磨くことにより美しい光沢が長時間持続しますということなので、えー、最後の仕上げに、えー、こちらを、えー、使いたいと思います で一応、えー、使用方法として柔らかな布、またはポリッシングクロスにこの適量この液,を液体をつけて、えー、本体、キ、えー木などの表面に塗り伸ばします。なので、これは直接、えー、タンポとかに付着すると、これ、振りかけるタイプなので、えー、振りかけちゃうとこうタンポについてべたつくらしいので、えー、必ず布などにつけて、えー、使用するようにしてください。 をこうするとこんな感じに、えー、取れます。すごいですね。これでもしっかりこう黒が取れるわけじゃなくて、これかなり時間がかかります。相当時間かかるの。じゃあわかりやすいところでやってみようかな。じゃあこのタンポをちょっと磨いてみます。 これで取った後ちょっと乾いた布でね取るともうだいぶでも綺麗になったかはいじゃあこちらと比べてここがまあ元の感じですでこれがまあこんな感じになりましたちょっと磨いただけでねうん顔が映る、うん、<laughs> あの鏡みたいにこっちはあの反射して映りますけどもこっちはくすんでてやっぱ全く え何も映らない状態なんですけどこのぐらいの差がありますで、これをこれからまあ全体的にえ使ってえまあビフォーアフターという感じでえやりたいと思います これ本当に高校生の時からちょっと使ってて、まあ、もうこの銀にこの銀色のサクソフォンに僕はすごい憧れてたので、まあ、初めて、えー、このソプラノを買う時にもう絶対銀と決めて、まあ、銀を買ってもらったんですけどその時にまあもうその時からずっとこう大切にして、まあ、もう毎回あのしっかり磨いてたんですね一応銀メッキは あの楽器店の方からもあの手入れが大変っていうのはずっと聞いてたのであの本当に気をつけてそこはやってたんですけど、まあ、大学に入ってからちょっと、えー、僕もちょっと留学することになって、えー、まあ平成音楽大学っていうまあところで、えー、あの僕は学生でいたんですけど、まあ、卒業してからそのアンサンブルの時に、えー、ヤマハの楽器と あとクランポンのアカベルしかこうソプラノはなかったのでちょっとこうアンサンブルするのに大変かなと思ってちょっと僕のソプラノをちょっと一時期ちょっと貸してたんですねでその時にえしばらく留学からあの途中でちょっとあの帰国した時に えー、ちょっと楽器がなんかどうなってるか気になってちょっと見せてもらった時にあのー、ここまでではなかったんですけど少しこうピンクがか,かってなんか黒ずんだところが見えたりとかいろいろちょっとした時があってそれからちょっと少しずつこうこれが広がってくるようになってですねちょっとそれがすごいやっぱショックだったのでなるべくもうやっぱり自分の楽器はやっぱり人には貸さない。 というようよにあの自分でもちょっと反省して、あのー、そこはちょっと決め,決めました、えー、なのでまあ皆さんも多分楽器の貸し借りとか、えー、ねいろいろあると思うんだけどやっぱ本当に自分の楽器、あのー、まあ取り返しのつかないことにまあなることはほとんどないと思うんですけどいろいろ考えて、えー、ちゃんと貸し借りというか あの自分でもそこはある程度諦めがつくあの程度であの貸し借りを、えー、する時は、まあ、ちょっと気をつけてくださいということで、まあ、とにかく、えー、人の楽器であろうと、まあ、自分の楽器であろうと、まあ、皆さんもう大切に扱ってもらえたらいいかなと思います。 こうやって少しずつこうちぎってやるようにしてください。で、開けっぱなしにすると、この、えー、若干ちょっとこの面がね、湿ってるので、まあ、これが、えー、いい具合にこう、汚れを落としてくれるので、必ず、えー、この蓋は閉めて使用するようにしてください。 もうカッサカサだいぶねこう、取れていくとこう、白くなっているんで、まあ、こうなるともうほぼ汚れが、まあ、取れてきたっていう感じなんでこれを乾いた布で、えー、しっかり取ると、まあ、だいぶ輝きがね戻ってきたんですけど。 ちょっとやっぱ細かい汚れが、なかなか、これは取るのはちょっと、品物かな、ここまで全まったくピカピカの新品同様になるっていうのはちょっと難しいかもしれないですね。もう指もカッサカサす。すごい。 手でやるのこれまずいのかなはいちょっと手がねちょっと傷んできちゃったというかなんかなんかちょっと嫌な予感してきたんであのビニールをちょっとあのしましたやっぱちょっと手は気をつけないとこれ人の手にはね結構強い 成分だと思うのであの直接やらずにこうやってやっぱ手袋をした方がいいかもしれません。 大変だもう見れば見るほどショックすぎてもうこれ以上なんかこう磨いたりきれいにすることをこ諦めてしまったか。うん ここ取っていくの？死ななお取るべきしないんだもん。 はい。えー、だいぶ、もう、えっ、ー、と、1時間ぐらい経ったんですけど、まあ、綺麗にはかなりなったんだけど、あまり、変化を、変化が動画では分かるかは分からないんですが、一応、はい、こんな感じで、ベルが、 もうこっちのね、ちょっとやっぱ傷っぽくなってるのが少しやっぱもう、これはもう、どうしようもないので、えー、まあ、それでもかなり変わったんではないでしょうか。まあ、まだまだ続けるんですけどね。 はい。じゃあ、とりあえず、寝ます。疲れたので <laughs>。はい、おやすみなさい。